すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば、科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でももし考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。
休めるときに休んどけよ。あんたこそ。俺はいいんだよ、頑丈だからな。目をつぶると、いろいろ思い出しちまってな。アバランチによ、フィンっていう悪ガキがいてな。何を任せてもすぐにサボろうとするやつだ。ただ、絵を描くのだけは好きだよ。トンネルにスタンプの絵があったろ。あれを描いたのがフィンさ。情報収集担当にあるってやつがいてな、あちこちからパスコードを入手してくるやり手なんだが、こいつが色男でよ、気に入った子を見つけたらすぐに渡せるようにいつも花を隠し持ってんだよ。もしかしたらここで買ってたのかもな。そういや一度ティファに手を出そうとしてこっぴどくやられてたな。だろうな。資材調達担当のネリーはジェシーとコンビを組むことが多くてよ、よく姉妹と間違われるんだと。二人とも似てないのにって文句を言いながら嬉しそうに笑ってたな。ま、あいつらなら大丈夫さ。全員俺に似てしぶてえからな。うん。エアリスを助けた後で紹介してやるよ。楽しみだ。お前相手だってのに話したらすっきりしたぜ。眠れそうか。おう、グースカピーだ。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。マリン、行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。
よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ、エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人ってコルネオか。キリエの大スクープだよ。キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチピチの情報だよ。ほらほら集まって。反死んだグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコーロまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局、魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえ、ゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんて、もう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあ、ティファ。俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神らの火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。どこまで行ったんだろう。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
七番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。